はい、準備完了でございます。落ちたら死ぬよみんな。もうどう見たって火事やって、もう全部あの丸。どうもマグニでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。あ、地図がございますね。地図がございますね。迷える旅人たちがしっかりと、この村の中を探索することができます。道中にもね、たくさん地図をね、設置することによって、ここから見えないね、ここから見えないね、設置することによってね、迷える村人を、迷える旅人たちをですね、案内することができるようになりました。皆様もぜひ、ご自身の村には地図を設置しましょう。昨日は地図を作らせていただいたということで、昨日の動画でもね、探したんですけどいなかったんですよね、この村に。何でした、静塚さんがね、いなかったんですよ。見つけられなかったのか、もういなくなってんのかちょっと分かんないんですけど、やっぱりできる歴史書ね。今回は、はい、私もうね、装備もアイテムも整っております。まあ危ないですけどね、この辺り危ないですけれども、まあ大冒険ということでですね、静塚の地図を頼りに森の予感探しに行こう。すごく長い旅になる可能性だって、含まれております。しばらく帰ってこれない可能性だって出てくるわけです。そんな旅を私は今回決意しました。そんなわけでやってまいりま招待。はい、準備完了でございます。おそらくいると思うんですよ。第2の村か第3の村には静塚さんいると思うので、1枚ぐらいはゲットできると私は踏んでおります。コンパスだけでよかったかな。まあ不安ではありますけれども、いて、ごめん、行きます。とにかく第二の村に行きましょう。もちろんネザー経由でのね、旅になると思います。でないと恐ろしい距離なんですよ。ご説明いたしましょう。森の洋館、最大距離でやはり3万ブロック程度離れているという、可能性がある。可能性、あくまで可能性ですけどね。本当にね、陸地で行こうと思うととんでもない旅になります。なのでネザー経由で行くので、今回もね、奥さんと、旦那さんを連れていくということは、できないかなと思っております。ネザーでつなげないともうバカみてえな距離になってしまいますからね。あ、そうだ、せっかくだからここにあるサトウキビも持っていこうぜ。こことか、これようやく取りますか。これ何なのかというと、エンダーマンと、あー、またコンちゃん、コンちゃん美味しいね君は。なんでそんななんか斜めに歩いてんの。斜めポン。さあ探します。静塚さん、お、早速いましたね。ピヨン。どっちかは司書さんだった。あ、静塚、早速の静塚。こっちはこれ静塚なのか、静塚なのか、どっちなんだ、司書なのか、忘れちゃったんだけど、まあとにかくエメラルドが必要なのでもらいます。師匠、師匠が喜ぶ。お、コンパスだ。師匠が喜ぶ。そしてコンパス。もしかしてあなたは静塚さんですか。あ、静塚さんですね。よしよし、もっともっと喜んでもらうためにしっかりと交換いたしましょう。どうだ。シビアだね。じゃあエメラルドを交換する。これで喜ぶでしょう。喜んだ。師匠が喜ぶ。来ました、海洋探検隊の地図。そして森林探検隊、海洋探検隊はですね、海底神殿でございまして、こっちがね、森の洋館なんですね。でコンパスと、エメラルドが26個ということでですね、結構大変だな、おい、26個集めんのかよそっからスタートって感じだな。大丈夫か。エメラルド集めは今のところ本当にサトウキビ使って、紙をやっていくしかないので、うちの第一の村にいるできる師匠さんね、出来師匠ね、出来師匠と共に交易して貯めていこうかと思っております。なるべくエメラルドはね、エメラルド26個ってかなりレベル高いと思うんだけど、26個集まっかな。何個かあったんじゃない、あまりが。でそれと合わせてだから集められる可能性はまあ高い。もっと効率のいいエメラルドの集め方考えないといけないですね。農民さんがいればいいんですよ。もうちょっと効率よくエメラルド交換できる。やっぱ農民が一番優れてるんでね、エメラルド交換に関しては個数に対するコストが結構安いんですよ、農民さんの方がね。なんだかんだけど大冒険がなかなか始まらないっていうね。冒険始めました、地図ゲットできました、終わりみたいな感じになっちゃいそうですね、このままだと。ちょっと頑張ります。農民の鏡だ、
農民と鏡が実は農民じゃないっていうね、釣り人っていうね。よし、あ、歴史書だろ。おお、いいとこ来たな。あと1個ってところで、なんと髪がなくなるというアクシデント、ここで牧師に。よし、26個到達いたしました。めっちゃ早かった、よかった、ありがとね君たち、助かった、本当に助かった。めちゃめちゃ貯めたサトウキビ全部消費しちゃいましたが、愛を込めて花束を、大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね。後ろで救急車の音鳴るって。ゴーレム歌ってる時救急車ここか、いたー、もらいたいものがある、違う、これだ、はいやー、マジやべえ、どうやっていけばいいか全くわからない。方角をまず調べる必要があるわけですね。地図っていうのは上が北向いてるわけじゃないですかね。北方向、こっちが北なので、こっちに向かっていくっていうのは間違いありません。なんでかっていうと、白い点、地図を見ていただくと下の方に白い点ございますね。北西だね、北西、北西の方角に、進んでいくということが必要になってくる。エリトラなしで行くから、俺、私がね、しっかりと体現してみせますから。ネザーを、使っていくことで意外とすぐに行けちゃう森の洋館みたいな。もう今回めちゃくちゃ手間だけど、ネザーである程度めぼしい場所を探し、そこでネザーゲート作っては壊し、作っては壊しを繰り返していくということで、たどり着くことができるのではないかと、ことでございます。目論見としては、まあ、手間だけどね、手間はやっぱかけないといけないから、テクニックの部分ではありませんからね。手間なんで、これはもう誰でもできます。はい、初心者でも簡単に見つけられる、森の洋館を探す方法というノリでね、やっていきたいと思います。さあ、素晴らしい地図が手に入りました。ところで、もう本当にどの辺か全くわからないので、はい、北はこっちなのか、なるほど、北、北西、こっち側にめちゃくちゃ進んでいかないといけないということになります。ちょっと計算しますね。現実世界で3万ブロックだと考えると、 X 値と Z 値がマイナス2000ぐらいまで行かないとダメということになります。遠いなおい。まあ、とにかく進んでいきましょう。愛を込めて花束を、大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね。暗示が効いてるうちにしっかり喋ってね皆様にね、私の気持ちを伝えなければなりません。今回は物資集めではありません。何度も言っております、物資集めではない。しっかりと、距離を取って、そこでネザーゲートを開け、森の洋館に近づいていくと。その過程で何かが見つかれば、それはそれでラッキーじゃねえかというのが、趣旨です。はい、皆様もね、もうお分かりになられていたかもしれませんがね、そういうことなんですよ。めっちゃいる、めっちゃいる、落ちたら死ぬよ、みんな見て、落ちたら大事にしていたもうアイテムを全て燃え尽くしてしまって死にます。ハードコアモードなら落ちたらもうそのセーブデータ全部が終わってしまうような危険な行為です。皆さんは真似しないように真似しないようにってダメなのかよ危険なのか。うわー、宝箱いっぱいあるな。でも要塞はもう絵的にしょぼい。こっちにひたすら進んでいこう。愛を込めて花束を、大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね。あ、暗示が切れちゃう。それで皆さん、しばらくカットさせていただきますね。暗示が切れちゃった。さあ皆さん、しばらく無言で走り回っておりましたが、気づけば、あそこに新しい要塞、そして、マイナス1000、マイナス1000、約半分のところまで到達しております。ここで、一ネタ、この先に、何があるのか皆さん気になりませんか。では1回目のオーバーワールド、一体何が出てくるのでしょうか。In the Gates.
紙シードっち見せてやれ。ん？ん？ありゃー、空間バブルを完了した。何や空間バブルって。あ、オーバーワールドでの7キロを移動する。おお、ありがとうございます。7キロなんでもっと移動しただろう。これめっちゃ遠いとこまで来たぞ。夜明け寸前みたいなところだな。うん、確かに夜明け寸前だ。寝るけどな。おやす。ラマむっちゃいる。ラマとカボチャぐらいしか見えてないんだ。もうちょっとよ。おお、すげえ、汚ねえラマがいる。汚ねえラマがいる。まあ、ラマはさ、もう発見してるからな、いいんだけどさ。ここでこの地図開いてみる。ああ、全然だね。あの、近づけてないということが分かりましたので、まだまだ先だ。これ途中途中こうね、ネザーゲートで出てみて、何か面白いものがないかっていうのをチェックしていきたいと思います。じゃあねー。なんかめっちゃ水の途中にできちゃってんじゃん。2個目のスプラッシュ、いくぜ。次は1500ぐらいで行こうか。結構あっという間ですよ、思ったよりは。っていうことですよ、現状エリトラが、エリトラをねゲットしていない状況でね。本当にだから初心者の方、エリトラなんてまだまだだぜっていう方も、森の洋館はね行けちゃうよってことなんですよ。ネザーはなんて簡単に行けるんで。でネザーの中での戦いなんてもうほとんど起きませんから、弓さえ持ってりゃ、ガスト対策さえちゃんとされていればですね、ネザーなんてね大して難しくないので、あともうマグマに落ちなければいいだけなんですから。こう下見た時にマグマがなけりゃ、もうそれでもうなんかもう勝ったも同然みたいな。あー怖い。今のはダメです、今のは真似しちゃダメですよ。今のはあの皆さん真似しないで、あの安全に行って。愛を込めて花束を、大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね。さあ皆さんやってまいりましたね。えまだほら暗視が効いてる状態で、たどり着けたわけだから近いってことじゃん。ここは1500です。じゃあここでもミニサイズネザゲを作成いたしまして、入りま招待、なんか出てきてちょうだい。どうだ、おい羊、羊とジャングルとかねえのか、グルジャンとかグルジャンとかねえのか。そう簡単には出てこねえか。ネザーの旅もなかなか面白いな。あ、ワンちゃんがいた、野生のワンちゃん。ってことは松林があるんだ。松林高みに上がってもう一度見ましょう。どや、あ、村だ、ワンちゃんあるぞ。1500、マイナス1500、マイナス1500、ネザーの中でねぐらいまで進んで、見るよ。地図を見たら、あ、行き過ぎてるんだな。行き過ぎたってことが分かるんです。これ見て、地図見るとね、まだ、この北方向の、北方向、こっちか、北方向にはまだ足りてないけど、こう西には行き過ぎたということが分かるので、これまた調節して戻していかないといけないということになります。これを使ってどんどん近づけていこうというところでございますね。ちょうどねこの白い粒がいいポジションまで来たら、あとはひたすら北に行くだけみたいなのが分かるので、今そこをね、少しずつ進めていければと思っております。皆さん、ありがとうございます。またこの冒険ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。そんなわけで本日誕生日の兄弟を送るプチチャレンジのコーナー、イエーイ。ワンちゃんがめっちゃいる、野生の。はい、本日のプチチャレは、そう、今見つけた村を調べる村ワンチャンタイムだ。行こうぜ。村でワンちゃん、村のワンちゃん欲しいよ。どうも村人の皆様、いかがお過ごしでしょうか。私はワンちゃんを求めてやってきたワンちゃん戦士、ワンちゃん大好きマグニーでございます。しかしこの村にはワンちゃんがなさそうだ。ノーちゃん村です。マジか。ノーちゃんというのは、チャンスが、なかったこと、
そう、チャンスがノーなことをノーちゃんと言うのである。おやし、マジなのか。じゃあね、もう一つのワンちゃんにかけよう。宝箱を今探してたんだけど、あ、ニートだ。初めて見たぞ、ニート。兄ちゃん、ニートちゃん、鍛冶屋がないんですよ。もうどう見たって鍛冶屋ってもう全部あの丸石とかなんか石系で作られてる家なんですけど、それがまず見当たらないので、もう一つのチャンス。このワールドには農民がいません。農民系のガチ農民がいません。今ねこうやって農民仕事してますけど、釣り人なんですね。釣り人じゃないんだよ、農民が俺は欲しいの。もしいれば連れて帰ることも視野に入れていいかもしれない、釣り人。農民がいるだけで全然ね、あのエメラルドのね、効率が大きく変わってきます。はい、まあ簡単な話、第一の村で、村人増殖をやればいいんですけれども、農民はい、まあある意味ワンちゃんがゲットできたということでですね、まあここから村人を連れて帰るのも完全に現実的ではありませんので、まあ今回のこと忘れてください。プチチャレとしては成功でございますね。本日誕生日の兄弟おめでとう。さあ兄弟通信と参りましょう。村人は分かってた、ハゲドちょい山ちょい山っていいね、響き的に。マグニー様、ライブハウスの建設の際はオウムもぜひ連れてきてほしいです。あ、なるほど、オウムね、ジャングル見つけたいね。岡本太郎さん出てるあたりが関西人、そうだよね、みんな知らないのかな、全国区の人にはあんま知らないのかな。知ってるでしょ、ホナオムライス。今度クリーミーな卵っすよね。やっぱ皆さんこうそれぞれ家庭のね味が出てて面白いなと思います。ハッピーバースデー画像、犬とかけるし写ってるんですけど、もうすぐ誕生日なんだそうでね、4月、あ、もう過ぎたのかな、誕生日の月だったんだそうでね。今日の馬やらんけどね、今日の馬はやらんけども、色違いの師匠のやつを作ってくれてるのがすごく気に入りまして、ありがとうございます。はい、それでは本日も、最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。また次の動画そして配信でお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバーイ、ほな。